シェーンタールは、ドイツビュルテンベルク州、ホーエンドーエン軍に属す、マチソン。シェーンタールは、標高200メートルから334メートルの、ヤクスト川及びその支流の渓谷に位置している。シェーンタールは、北は、ネッカーオーデンバルト軍のラーベンシュタイン及び、オスターブル県と境を接する。西には、ハイルブロン軍のヤクストハウゼム及び、ビッテルンが位置する。 東にはクラウトハイム及びインゲルヒンゲンがあり、南はバイスバッハとホルヒテンベルクを境を接している。シェーンタールは1972年3月1日にそれまで独立した自治体としてキュンツェルザウ軍に属していたアシュハウゼン、ベルリヒンゲン、ビーリンゲン、マルラッハ、オーバーケサッハ、シェーンタール、ジンベルドルフ及びベステルンハウゼンが合併して成立した。 1973年1月1日に、さらに、ヴィンツェンホーフェンが合併し、新しい自治体が発足した。シェーンタール修道院この町の議会は24、議席からなる。町長は、直接選挙で選出され、任期は8年間である。ヨアヒム・ショルツは、2020年5月10日に、新たな町長に選出された。かつて、ヤクスト警告一帯は、 ワイン製造が大変に盛んであった。現在では、ビーリン原地区でわずかな面積のブドウ畑が運営されているに過ぎない。シェーンタール修道院のバロック協会。ありがとうございます。